にちは、1分でお答えするショートキュアのようです。タバコは歯にも害がありますかというご質問いただきました。タバコはですね、末梢血管を収縮させるっていう作用があるので、実は歯肉、歯自体にはいいんですけど、いいというか歯自体にはあまり影響ないと思うんですけど、歯肉に関してはものすごく影響があります。歯に対してはまあヤニがつく、もちろん黒くなるというところですかね、まあ、そのぐらいの害なんですけど、歯肉に対してはものすごく害があります。タバコのニコチンは血管を収縮させることにより、血液の供給量を減少させるため、歯周病原菌に対する抵抗力や、治療した箇所の回復力を低下させてしまいます。その結果気づかないまま歯周病が知らない間に進んでしまいます。したがって歯周病の予防や治療を円滑に進めるためにも、喫煙者の方には禁煙することをお勧めしています。本数を少なくしても深く吸ってしまうため、少なくとも禁煙期間を数日でも持っていただくということを推奨しています。特に例えばインプラントなどの手術後の粘膜の治りが、どうしても喫煙者にはが悪いというのは特徴ですので、そういった面では、数日間、まあよく言うのは最低でもオペ前2週間ほど、オペ後もやっぱり2週間ほど、そのぐらいやめていただくとかなり歯肉の状態、まあ、ビタミン C はもちろん補給するということがあるんですが、それでまあなんとかやりましょうというふうなお願いをすることはあります。そういった形でお答えしています。以上です。